インド映画100周年のモニュメント、不可植民の娘インド発の発生映画、ラム・アラ・ボリウッドの男優と女優たち南インド、タミル映画の最初のトーキー、カリダス映画界における巨匠の一人、サタジット・レイムンバイ出身の俳優アニル・カプル、タミル映画の人気スター、ラジニ・カーン・トインド映画は、インド国内で制作される映画のこと。インドは、年間映画制作本数も映画館観客総数も、 世界一多い映画大国である。その主な理由としては、インドは現在もテレビの普及率が低く、国民の多くが日常的に映画館を訪れている、社会事情が挙げられる。また、インドは世界的な多言語国家であるため、それぞれの言語の需要に合わせて、必然的に映画の制作本数が多くなっている、事情もある。インド映画は娯楽としての質や、 出演女優の人気などのため、インド国外でもインド系住民を中心に人気があり、特に東南アジア、南アジア、西アジア、アフリカ諸国で高い人気を博している。北、インドを中心にインド全土で上映されているヒンディー語の娯楽映画は、その制作の中心地ムンバイの救命ボンベイとアメリカのハリウッドをもじってボリウッドフィルムと呼ばれている。 多くは3時間前後の対策で分かりやすいストーリーの娯楽作となっている。ストーリーの途中で場面ががらりと変わり、原色の豪華な衣装、大人数のダンサーによるミュージカルシーンなどが含まれている。インドの娯楽映画はアクションメロドラマ、コメディ、歌、ダンスなど娯楽作品としての要素を雑多に含んでおり、これらは日本でマサラムービーと呼ばれていたことがある。 州によって、言語の異なるインドでは、各言語圏ごとに映画が制作され、それぞれスターを輩出している。スターによっては、複数の言語を操ったり、別の人物によるセリフ吹き替えをしたりなどして、と言語の映画に出演する俳優もいる。また、例えばタミル映画でヒットした作品を、同じ脚本のまま出演者だけを、ヒンディー映画界の俳優に変え、 リメイク作品として公開されることもある。セントラルボードオブフィルムセルタフィケーションオブインディア。ありがとうございます。